オッケー。はい、じゃあ今日担当ガイドの萌です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の1本目ですね。今日の1本目はコンドロップっていうポイントになります。で、ここは、まあ、大物ポイントですね。大物がよく、まあ、ここがドロップオフになってて、まあ、崖みたいな感じ、一番浅いとこで5メートルくらいで、下まで行くと45メートルくらいあるんです。ただ下までは行きません。大体行っても15メートルくらいです。で、ここによくいる大物がロニーアジ。ロニーアジはやっぱり、まあ、GT と呼ばれてて、よく釣り人が、まあ、狙ってるやつですね。ちょっと最大で大体180センチ、80キロくらい、まあ、トッティくらいのやつがいる可能性もある。で、そいつをまあ探しに行くような形になります。で、よくいるのがまあ大体この水のあたりによくいることがあるので、まあ、この辺ちょっとぐるぐるしようかなって思います。で、今船いるところが大体こっちの方ですね。こっちの方から一気にこう向かっていくような形になる。で、まあ、今船いるところ、こっちからこうロープ出てるんですけど、だいたい下まで行くと5メートルくらいですね。まずここに集合して、で、まあ、ここ湾みたいな感じになってるんですけど、こう横切って中層を泳ぐような形。で、泳ぐとき沈みすぎないように、下まで行くと45まで行っちゃうので、まあ、私と同じくらいの水深か、それよりちょっと上くらいを必ず保ってください。で、少し沈んでたら、沈んでるよ、上がってってちょいちょいやっていくので、そしたらしっかり BC に空気が入っちゃうんで、まあ、中層を泳ぎながらこっちの水の方に進んでいきます。で、もしいたら一旦止まってみんなで見れるようにしたいので、しっかり私になるべく近くに行ってもらって、いたらこう指さすので、そしたら突っ込まないように、突っ込んだらすぐ逃げちゃうので、みんなで遠目からまず取って、機嫌いい時は結構近寄れるんですけど、機嫌悪いと結構すぐ逃げちゃうことが多いんですよ。遠目でチラッと見ただけでシュンとか言ったりする。まあ、みんなが見れるようにまず遠目からいるよってやるので、いたら、まあ、徐々に近づいていくっていうような。あと、こっちの方、よく流れがあることがあるんですよ。まあ、流れがあったら、この中入れば結構避けれることが多いので、まあ、その時によって、まあ、ルートこっち行ったり、こっち行ったりって変わると思うので、で、結構流れが強かった時は、こう掴んでいくような形になると思うので、私が掴み出したら、一緒に壁掴むような形で。あと、壁のところ結構ガヤ、かゆくなるやつが生えてるので、それはなるべく触らないように気をつけていただいて、ピンの間とか、あとグローブとウェットスーツの間とかよくやられるので、もしやられたら船の上で軟膏塗れば結構回復良くなるので。これ昨日も大丈夫になったの？あ、大丈夫なりました。ガヤ、おお、ガヤか三本かどっちか、全く黒目です。なんで、もしやられたらすぐに言ってください。で、この辺でこっちの方グーっていくと、この上とかはまあドリーっていう、南洋ハギっていう青いやつがよくいるので、まあ、そういうのとかも見ながら、あとこっちの方とかは熊の敵とかもいるし、大物いるときはいるんですけど、いないときもたまにあるので、いなかったらこういうフィッシュウォッチングしつつって感じ。基本的にはそのローニンアジ探しに行くような形になるので、はい、で、こっちの亀裂の方行って、まあ、時間あって、あ、こっちの方にあんまり流れがなかったら少し奥の方まで探しに行くと思うので、で、あとは、まあ、残圧と時間見て繰り返してもこの辺に帰ってくるっていう形になります。で、注意点はさっき言った中層を泳ぐ時の、まあ、水深ですね。下に落ちすぎないように、私と同じくらいかそれより少し上くらい、あとはガヤと、あと流れですね。流れあった時しっかり掴んでいくっていう形 で、あとは、まあ、1本目なので呼吸荒れないように昨日の感じで。では1本目よろしくお願いします。